感動の再会と言いたいところだが、あいにく急いでいるのでね。これはいかがだったかな。私の用意したオードブルのお味は。あんたの実験体だったってこと。ここにいたロストも全部ゲドウが。さあメインディッシュの登場だ。存分に味わえ。好きにやれ。フォローはする。覚悟しろ。あとは俺たちに任せろ。御堂の首を取りに行くぞ。
そこまでだ、ミド。まったく、諦めの悪い。貴様の目的は何だ？クイーンを復活させて、何を企んでいる？クイーンの復活？何がおかしい？十分にデータは得た。もうクイーンなどに用はない。なら、どうして？考えたことはないか？なぜ自分たちが生み出されたのか？なぜレブナントが人ならざる力を手に入れることになったのか？なぜって、暴走してしまったクイーンを止めるために。忘れてしまったのか、あの大崩壊の日を。大崩壊をもたらした化け物どもを、レブナントもクイーンも、化け物どもを駆逐するために生み出された。しかしその進化は未だ道半ば。グレゴリオが無様に変貌する姿をこの目で見てやりたかったが、仕方がない。お前たちに見せてやろう、この世界の真実。開かれた。赤い霧が消えた。出られるのか、霧の外に。やった、やったぞ。解放されたんだ、あの牢獄から。とうとう自由になった。ああ、
確認。助かったのか。